そがいよ。今ツイッターのトレンド1位が呪術廻戦ネタバレなんだよね。で私別にここ押してないんだよね。ここ押さなければ正直ネタバレ見ることないなと思って。こういうネタバレっていうのはなんか例えば来週の月曜日ジャンプ発売だとするとなんかねネタバレって言って来週本当は来週発売日なのにその前にねそのワンピースの情報とかが出る時があるんだよね。それが今回の呪術廻戦バージョンで、私ここ押してないんだよねネタバレって。だから見ることを回避したんだけど TikTok をなんとなく開いたんだよね。そしたら TikTok 一番最初に出てきた動画がその呪術廻戦の来週のネタバレで、いや開いた瞬間もう見なきゃいいじゃんって思うじゃん。もう見た瞬間にもうすごいネタバレだって回避できねえんだよな。マジやめろやこもう。だからさみんなワンピースの正体とかまだ何か分かってないじゃん。ワンピースって何かみたいな。だからねワンピースの正体とかもこうやって私知るのかなと思って、やだよね。 TikTok 開いたらワンピースの正体は実はナミさんのパンツでしたみたいな、ね、そんなのジャンプで知りたいよ私。こうなる運命。そしたらねじゃあ TikTok 開かなければいいじゃんみたいに言われることもあると思うんだよね。いやそんな時に自由に生活させてくれねえ、なんでそんな常に月曜日のネタバレを意識して、あこの日からやめようみたいな立ち回りをしないといけないんですかねえやめてくれよ私、自由に生きさせてくれねえ。だからじゃあワンピースの最終回とかなんかワンピースの正体に迫る時あったらまず TikTok 禁止して Twitter も禁止しないとね。 Twitter でもしかしたら出る恐れあるからね。で YouTube もね、気をつけないとね。 YouTube のサムネでネタバレされる可能性あるもんね。なんかタグをねマリオとかにされたらね、マリオで検索したら出る可能性もあるしね。もうじゃあ何 SS やんなければいいんですかって話ですよねっていう話ですよね。困っちまうぞ私も本当にねっていう今日はね。おちょちょブックスやばいビリだけやだ、あいつ当たりやだ。私10位がいい、10位なら全然いい、10位いいね、縁起がいいね10って。もうすぐ稲妻イレブン発売だからね。発売か嘘だわ、稲妻イレブンの情報公開されたからね。稲妻イレブンのネタバレだからいくらでも言っていいけど、それはそれでなんか語弊がありそうだけど、もう